主起きて。お、主起きたか。おはよう。まだちょっと眠いけど朝だから起きなきゃね。ほら主二度寝しないで起きるよ。まったく、主はいつまでもぐず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 してるんだから、呆れちゃうよね。寝たね、ココちゃん。わー、あくび映っちゃった。ココちゃん、あるじやっとお目覚めです。よし、おうち？どっちにあるかな？こっちでしょ。ああ、こっちか。大根だね、もうわかんだ。煮干しなんかタン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 。ねえ。うん、わかわか怒ってんでしょ？あ、ほんとだ。うん。よかったね。あるじは煮干し持ってないの？そうそう、今日は節分なんだって。お兄さん、こちら手のない方へって。あ、これ違うか。節分はお兄さんがねえからダメなやつじゃんね。鬼ごっこのやつ歌っちった。いけねいけね。で、今日は節分なのに主が忘れてたらしく、豆と鬼を用意してないんだって。まったく。主には後できつく叱っときます。そうそう、去年は寅年だったから、よく寅のお湯を着させられてたな。誰？ここ誰だろう。来た。うにだぞ。ずいぶん大根役者のウニだな。うん、ちょっとはリアクションしてあげないと。かわいそうだから相手してあげたんだよね。ここ。ここほら、鬼は外しないと。あ。ここ。お姉ちゃんが全力で豆をくっつけてて笑ってたね。すごいうち。それにしてもあるし、じゃなかった。この鬼気持ち悪かったな。ある意味今年はこの鬼が来なくてよかったよ。鬼だぞ。ガブガブしちゃうぞ、鬼だぞ。結局最後にあたいを鬼をさせられて、ワンちゃん用のたい焼き、人生初めてのたい焼きを食べたんだよね。食べてみる？いい。おはよう、お座りして。お座りは、はい、お座り。このたい焼きは最高に美味しかったな。また食べたいな、アルジ。ココちゃん似合ってんじゃないの。いいねいいね。鬼のお面似合ってるよ、ココちゃん。ね。まあ去年の
節分はこんな感じでしたね。あたいは主の相手をするのが大変だったけど、鬼門鬼を退治してたい焼きも食べられたから楽しかったかな。似合ってますよ、鬼が。来年は主にちゃんと準備しといてもらわなきゃね。来年こそしっかり鬼門鬼を退治して福を呼びたいと思います。